東武鉄道夜行列車では、東武鉄道が運行している夜行列車をまとめて解説する。なお、運行期間により、以下の名称が与えられる。なお、列車名に、浅草駅出発時刻を付して、おぜ夜行23時55分、スノーパル23時55分と名乗る場合があり、東武鉄道及び東武トップツアーズでも、そのように案内される。ただし、運行時間は、 ダイヤ改正ごとに変更されるため、時刻を付さない形でも通用する。いずれも折りのみの運転で、浅草駅を、金、土曜及び旧前日の23時55分に出発。お税夜行は、翌3時18分、スノーパルは、翌5時18分に、野岸鉄道藍津高原お税口駅に、日光夜行は、翌2時16分に、東武日光駅にそれぞれ到着する。 販売方法は連絡バス乗車券やスキー場施設利用券等とセット販売が基本である。申し込みは当日の17時までであらかじめ東部トップツアーズ等への申し込みが必要である。列車種別は以前は使用車両によって急行または快速急行であったが2001年から2017年3月まで300系を 2017年5月から2018年3月までは350系を、2018年6月からは500系を使用しており、2005年度までは急行として、2006年度より特急と列車種別が固定されている。全車両座席指定である。本線系統を走る特急列車の中で唯一新越谷駅に停車する。一方、全列車停車駅となっている。 東京スカイツリー駅は通過する。藍津高原小瀬口駅に到着した、小瀬役を基本的に5月末から10月中旬の金、ね、土曜日及び休日前日に運行される。藍津高原小瀬口駅で4時20分発小瀬駅のバスに接続するが、その際バスが出発するまで電車内で過ごすことができる。2010年度は、片道での利用ができなくなり、袋とのセット販売のみとなったが、 2011年度から再び片道での利用ができるようになった。2020年には東部トップツアーズの旅行商品として、オゼからバス及び遊覧船で新潟県の浦佐駅に抜けるオプショナルツアーが設定された。具体的なルート及び交通機関は以下の通り。同ルート自体は2019年以前から存在し、オゼ沼山峠オゼ口船月場間のバスと、 奥多田,田美子の観光船は、魚沼市観光協会を通じて予約することで、利用可能だったが、東武トップツアーズがこのオプショナルツアーを設定したことで、夜行列車を利用すると、オゼを経由して、翌日午後の早い時間には、福島県から新潟県に抜けられるとして、メディアにも取り上げられた。2020年における、沼山峠オゼクチ付き場間のバスと奥多田,田美子の、 観光船は6月1日から10月15日までの運航、運航予定だったが、お税役を23時55分が口実する新型コロナウイルス感染症の流行に伴い8月1日からの運航に縮小されたため、このオプショナルツアーの利用可能期間も同様に縮小された。基本的に12月末から3月中旬の金、ね、土曜日及び休日前日に運航される。 車内で仮眠を取った後、藍津高原、高津江、スキーリゾートホテルズ、藍津高原大倉スキー場行きのバスに接続する。もみじ狩りの需要に対応して、2016年10月15日に18年ぶりに運行再開された。車内で仮眠を取った後、東部日光駅で、中禅寺温泉、竜頭の滝、仙城ヶ原、日光湯本温泉行きの専用バスに接続する。 2017年は100系を使用して秋に運行され、2018年は栃木ディスティネーションキャンペーンの一環で夏にも運行される。2018年周期には従来の浅草駅発に加えて初の JR 新宿駅発の列車も運行される。すべての列車とも終点駅以外は乗車のみ可能である。おぜやこう、スノーパルは途中運転停車する駅があり、特に スノーパルは、新藤原駅で、野岸鉄道線内除雪のため長時間停車を行う、東武300系、東武350系。ありがとうございます。